はい、どうもミリジーです。納豆克服大作戦をやっていきたいと思います。本日は納豆とこちらですね、カレーの上に納豆をかけて食べていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。こちらですね、からしとタレはそのまま使っていきます。こちらカレーです。カレーを、1回目のカレーなんで熟し切ってます。ハバネロペッパーですね、こいつを大量にかけていきます。ハバネロ激辛カレーにして納豆をかけていきます。はい、オンザ納豆、うわっ、はい、こんな感じです。こんな感じになりました。いただきます。どう食ったらいいのこれ、どう食うの正解なんだこれ。まずはカレーのとこだけ食いましょう。うん、あ、辛っ。で、まあ、ちょっと混ぜて納豆を上に乗ったところ、これはダメですよ。ああ、さすがのカレーも納豆は包みきれないのか。これは美味しくない。ぬるぬるの臭いカレーを食わされてる感じですね。ああ、これはちょっと失敗だったな。これは完全にやらかし案件ですよ。合わない。カレーと納豆合わないです。ああ、そういう感じか。カレー、いや、納豆食えるなと思ったんですけどね。カレーは合わねえな、ほんとにこれ。多分これ昔だったらもう一口でダメだったでしょうね、これはね。うん。というぐらい納豆の良くないところが出てる。うん。これはちょっと上級者向けだな。初心者にはおすすめできないですね。いや、もうちょっとコクが出るのかなと思ったんですけど、一気に食べちゃいます。これダメだ。辛い。あれかな、調理でうまかったのは、麻婆豆腐の時ぐらいかな。あれはほんとうまかったよ。最後一口。はい。ごちそうさまでした。はい、納豆カレー食べてみました。ですね、率直な感想を言うと、うん、美味しくなかったですね。納豆の悪いところが出ている臭みだけが、カレーでは隠しきれなくて、本当にきつい部分だけが残ってしまったという感じで、あまり納豆とカレーの相性は悪いというのが私の結論です。納豆好きな人には好きなんでしょうけどね、きっとね。たまらんのでしょう。ということで、初心者には、納豆苦手な人には、おすすめできないということが分かりましたので、納豆苦手な方はやめといた方が無難だと思います。ということで、このチャンネルでは、まあ、ゲーム実況が主になるんですけども、こういう、苦手なもの、納豆とレバー中心で、克服するレシピに、紹介してますので、よろしかったらチャンネル登録、高評価、していただけると嬉しい。それでは、ミリジーでした。またお会いしましょう。さよなら。